雫石駅は岩手県岩手郡雫石町寺の下にある東日本旅客鉄道田沢湖線の駅である。事務官コードは21205。当駅は田沢湖線上を走るミニ新幹線である秋田新幹線の停車駅となっており、小町の一部が停車する。盛岡からの田沢湖線普通列車は大半は当駅折り返しとなる。 秋田新幹線の停車駅で唯一町に所在する駅でもある。ホーム南口短式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅で、京上駅舎を有する。秋田新幹線の列車は、基本的には一番線に停車し、列車交換がある場合には、下り列車は二番線に停車する。 田沢湖線普通列車は主に2.3番線から発車するが、1番線から発車する列車もある。折り返し列車は3番線から発車する。森岡駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅。かつては、駅長配置の直営駅で、管理駅として、大釜駅やかふち駅間の各駅を管理していた。駅舎は、 秋田新幹線開業に合わせて、雫石町と JR 東日本が建設した高畜駅舎で、2階に駅事務室、緑の窓口、指定席券売機、自動券売機、待合室、観光案内所、及び駅南北を結ぶ自由通路が設置されている。また、1階には図書室も設置されていた。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は420人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。注釈出展。ありがとうございます。